維持について、まいどんどうもまいどんです。すごい角度から出てきてしまってごめんなさい。適当にカメラを置いたらこんなことになりました。はい、ということで今日はですね、一人暮らしを私始めたということでルームツアーをやっていきたいと思います。皆さん多分ねお分かりだと思うんですけど、あんまりね実家の時と変わってないんですよね。家具をねそのまま実家から持ってきたので、物自体はあんまり変わってないんですけど、洗面所、キッチン、洗濯機のところ、部屋の中にもね付け足したものがあるので、それをね紹介していきたいなと、一人暮らしにおいてこだわったポイントみたいな感じで今日は紹介していきたいと思います。ということで早速レッツゴー。はい、まずはお部屋から紹介していきたいと思います。まずはこちら、ここはねベッドのキワなんですけど、ここにはねルームフレグランスとかディフューザーとか匂い系のものを加えました。やっぱり寝るときにねいい匂いしてるとすごくリラックスできるのでここに置いてます。でね、これはディフューザーなんですけど、実はめちゃくちゃ安いんですよ。で中身何かっていうと、サワデ香るスティックの日比谷花壇セレクトのやつで、イングリッシュガーデンっていうね匂いなんですけど、めちゃくちゃいい匂いなの。ね、私の部屋ってグレーと白基調なんで、なんかねこういう感じの緑やとあんまり色が合えへんかなと思ったので自分でアレンジをしたんですけど、白い部分はダイソーに売ってるね大理石のリメイクシートを貼って白くしました。このね黒いリボン別に買ったわけじゃなくて、店でもらうショッパーについてる黒いリボンを切ってで作りました。私こういうとこあんのよね、買わんでもこれ使えばいいやんみたいな。髪の毛につけるリボンとかも自分で作ったりとかしてて、まあ、買えよって話やねんけど、そういう感じでやってた時もありました。ショッパーについてるリボンって使えるんですよ。アレンジするとどんな部屋にも合うようなディフューザーにできるので、皆さんやってみてください。次変わったところといえばここですね。ここはねご飯食べたりとか動画見てゆっくりする時に使う場所です。机はね折りたたみ式なんですけど、これはねロマプリっていうところで買いました。姫系の感じの家具はロマプリいっぱいあるので見てみてください。すごいね座椅子みたいに見えると思うんですけど、これどっちもクッションです。これねフランフランのクッションなんですけど、これはねニトリで買ったクッションです。結構ね厚みとかもしっかりしてるから、ずっと座っててもペチャーンってなれへんかなっていうことでこれを買いました。割とこういうのは固めのやつを買っといた方が形は保たれるかなと思います。こういう感じで立てかけて座椅子みたいにしてます。座ったらどうせずれるんですけどね。これはね実家から持ってきたんですけど、行き場を失ってたのでこういうところに使えてよかったです。で普段ねご飯食べるときこの白い机汚れちゃうんで、このニトリで買ったねシートを敷いて食べてます。はい、次はですねこちら洗面所ですね。部屋がねグレーと白基調なんで、今回はね洗面所はゴールド基調にしてみました。はい、まずはこちらの洗面所の横の棚ですね。まずこの棚はねアマゾンで買いました。プラスチックにしました、木じゃなくて。でね理由が、私社会人になったらまた違う家にね住むと思うので、その時に木にするとね処分が大変なんじゃないかって思って、今回はプラスチックのものを買いました。この上には多分ね見たことあると思うんですけど、これもともと自分の部屋に置いてあったニトリで買ったねディフューザーが置いてあります。でこれはね実はもう中身がなくなってしまったので、この中にはさっき紹介したねカオルサワデーが入ってます。だからもう家中全部カオルサワデーの匂いです。本当にいい匂い。でねこのお皿とこの写真立てはね3コインズで買いました。でこの3コインズのやつはねこの中の紙を変えれるようになってます。でこれはね一応アクセサリー入れとして使ってるんですけど、まあ未だにアクセサリーをここに置いたことはないです。何のために置いてるのかっていう感じなんですけど、このねティッシュケース本当に運命的な出会いだったんですけど、ニトリで買いました。めっちゃ綺麗じゃない？ずっとねいい感じのティッシュケースを探してたんですけど、ニトリで見つかってよかったなって思ってます。この棚の中には化粧水とかヘアケアのものが入ってます。こういう感じで糸ようじみたいな、糸ようじじゃないかなんていうの、こういうのあのが入ってます。ちょっとね外に出しておくとダサいかなって思ったので、でこの入れ物はねダイソーで買いました。本当はこれ綿棒入れなんですよね。でその中に入れてます。であと最近お気に入りのイプサのコットンですね。もうスキンケアイプサばっかり、髪の毛はシマのやつばっかりみたいな、そんな感じです。
下にはタオルとかドライヤーとかが入ってます。でね、みんなに一番見てほしいのがこれ、クリニカの歯磨き粉なんですよ。さっきも紹介したダイソーの大理石のリメイクシートで覆ってます。本当はね、真っ青やったの。でもこのゴールド基調にね、あんまり合わないからリメイクシートを貼りました。本当にね、貼るとわからないんですよね。で、リメイクシートは結構水とかにも強いので、なかなかね、剥がれないのですごいおすすめです。このね、歯ブラシと歯磨き粉入れは100均で買いました。こんな感じで歯ブラシを入れることができます。まあ、ただね、私の歯ブラシちょっとピンク色なんで、なるべく隠したいなと思ってまだここには入れてないんですけど、前から見てた人は知ってると思うんですけど、これね、実家もこんな感じにしてたんですけど、これはね、うがい薬で、これはマウスウォッシュです。シールをね、頼めるところがあって、ケースを買ってそこに頼んだシールを貼ってっていう感じで作ってます。実家も同じなんで、多分見たことある人もいると思うんですけど、本当にこれやるとね、いろんなものがインテリアに合うようになるので、気になった方はやってみてください。洗面所最後ですね。これはね、ハンドソープです。実はもともと中身ハンドソープじゃなくて、マーチソンヒュームっていうところの、もともとお皿を洗う洗剤が入ってた入れ物なんですけど、その中身がなくなったので、よく中身を洗って、この中にハンドソープを入れてます。これはフランフランで買いました。このコップとセットになったこういうね、入れ物フランフランにあるんですけど、これと違う感じのゴールドが入ってたので、それは買わずにこっちにしました。もう歯ブラシが真っピンクなんで、ごまかすためにここに置いてます。はい、ということで洗面所以上。噂のお風呂ですよ。水垢たっぷりだった。あの後ね、清掃業者の方に来てもらって、なんとか綺麗になりました。よかった。置物はニトリで買いました。もうニトリ万能ね、本当に何でもある。普段使ってる洗顔、リラックマになってたの、これがね、バスソルトなんですけど、これを浴槽に入れて入るとすごい肌がツルツルになるのよね。特に匂いするとかではないんやけど、すっごいね、肌がツルツルになります。これね、私の部屋に眠ってたジルシアートのシャワージェルです。アクセサリーのところにずっと眠ってたんですよ。でね、このシャワージェルっていうのはボディーソープとしても使えるし、浴槽に入れると泡風呂を作ることもできるんですよ。実家暮らしやとね、そういうのできへんからずっと眠ってたんですけど、一人暮らしになったということでたまーに使ってます。これはシャンプーとか、あとボディーソープ、入れ物はフランフランで買いました。で、これもね、さっき紹介したマーチソンヒュームのバスルームクリーナーです。この入れ物が好きやねんけど、ちょっとお値段が高いから、この中身がなくなったら普通の洗剤をこの中に入れて使うと思います。お風呂場はこんな感じ。バスタブなんちゃら、なんて言うんだっけ、こういうの、携帯とかそういうのをね、お風呂に入りながら置けるやつなんですけど、流行ってるのは木のやつなんですけど、木だとね、なんか黒くなっちゃったりとか汚くなりやすいって聞いたので、私はね、このプラスチックのアマゾンで買いました。次はキッチンですね。このね、ミトンはニトリで買いました。もうニトリで買いまくり。もう本当に可愛くない？キッチンはグレーと茶色とか白の基調にしようと思ったんやけど、奇跡的にグレーのものがあって、運命的な出会いを果たしました。で、もともとね、こういうかけるとこついてたわけじゃなくて、取り外しできるようなテープ式のフックをつけてかけてあります。で、上にはね、こういう感じで布巾をかけてます。この水回りには、これはね、ハンドソープです。さっきと違ってフランフランのホワイトサボンの匂いのハンドソープを置いてます。で、こっちもホワイトサボンの匂いやねんけど、ハンドクリームです。やっぱりね、料理とかしたりすると手が乾燥して荒れたりするので、こういうところに置いてます。どっちもホワイトサボンを買いました。フランフラン最高マジで。これはね、お皿洗う洗剤が入ってるんですけど、これも入れ物フランフランで買いました。もともとはね、スポンジがついてたんですけど、固めで多分傷つけはしないと思うんやけど、ちょっと怖かったので100均で買ったね、スポンジに変えて使ってます。これね、フランフランで買った、洗ったお皿を乾燥させる場所、シンクとかもキッチン周りが狭いところのお家は乾燥させる場所がないから、めちゃくちゃ便利です。ここにね、はまるぐらいの感じなんですけど、こういう感じでコップを置いたりとか、こういうところにお皿とか蓋とかを置ける。ここはね、空いてるからね、水も下に押してくれるし、もともとタオルがついてたんで、そのタオルの上で乾かしても全然いいと思います。
洗濯機周りなんですけど、上にこういう感じで突っ張り棒のね棚を取り付けてます。でその上に洗剤とか入れてます。これもさっきのマウスウォッシュとかと一緒で、白い入れ物にシールを貼って使ってます。この白いカゴが本当に可愛くて、ここにね洗濯物を入れたりとか、干す時にここに入れて持ち運んだりしてます。めっちゃ可愛いのこれが。ということでこんな感じです。はい、ということでいかがだったでしょうか。私のこだわりポイントみたいな感じだったんですけど、一人暮らしこれからするよっていう子のためになれば、なるか分かれへんけど、なったらいいなと思います。ということで今回の動画終わりたいと思います。次の動画でお会いしましょう。おつどん、バイバーイ。